トッド・ジェローム・ガーリー2世はアメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア出身のプロアメリカンフットボール選手。ポジションはランニングバック。現在は NFL のアトランタ・ファルコンズに所属している。ラムズ時代2015年 NFL ドラフトで1巡目、全体10番目でラムズから指名を受けた。プレシーズンではリハビリに励んだ。シーズンが始まると9月27日。 ピッツバーグスティーラーズ戦でデビューを飾り、6ラッシュ9ヤードを記録。次の週、ラムズはロードでアリゾナカージナルスと対戦した。この試合で、ガーリーは前半2ヤードのラッシュにとどまっていたが、後半では144ヤードを記録し、チームも24対22で新勝。その後のパッカーズ戦、ブラウンズ戦、49アーズ戦の3試合では、 毎試合128ヤード以上のラッシュを記録。10月25日のブラウンズ戦では NFL キャリア初となるタッチダウンも記録した。NFL デビューから4試合で獲得した566ヤードという記録は AFL と NFL の合併後では新記録である。第9週ミネソタバイキングス戦では89ヤードの獲得にとどまりチームも18対21で敗れた。 ファルコンズ時代2020年3月20日、アトランタファルコンズと1年契約を結び移籍した、レギュラーシーズン。ありがとうございます。